平成28年5月 APU 立命館アジア太平洋大学の留学生たちが上野が丘高校を訪れました。APU の留学生から英文レポートの指導を受け始めて2年以上。英語での会話にもすっかり慣れた様子。自分はこういう話をしたい、もしくはこういうテーマに興味を持っているというのが核としてありますので、その分積極的に毎回英語でコミュニケーションを取れるんだというふうに思います。3年生は SGH コースの集大成である英文ロングレポートの仕上げにかかっています。7月には各々が選んだグローバルな課題について研究成果を発表しなければなりません。留学生との話題もそのことに集中します。You have to be very specific with definitions of what is poverty. So you need to define in the beginning of your paper what is the measure of poverty. Is it by GDP, gross? The theme is world peace through culture and education.留学生にとっても高校生とのディスカッションは新鮮な驚きのようです。学生たちの決めたトピックは本当にいいトピックとか本当に難しいみたいなんですけど、本当に頑張ってるなんですけど、本当にびっくりしました。もうレポート読んだりしてディスカッションとかもしたりしたんですけど、面白いですね。はい、私興味持ってるから。課題研究発表会まであと1日と迫った放課後、発表に向けた最後の仕上げを行う生徒たちの姿がありました。発表会では3名の代表者が英文で研究成果を発表、他の生徒はポスターセッションを行います。 I have never thought that it is unequal. I was very shocked when I heard the word. I was so shocked みたいなことを言ったら、サッドがショック、あくのくだりをもっとゆっくり、私こう思っちゃったけど、それ覆されるようなこと言われたけん。代表者3名は2年半の研究成果と自身の思いを聴衆に英語で伝えなければなりません。生きながら火に焼かれてという本に出会ったんですが、これを読んで名誉の殺人というものを知り、こんな残酷な問題に苦しむ人が同じ世界にいてはいけないなと思ってこのテーマを選びました。こういう問題が世界のどこかで起こっているっていうことを、はっきりと内容を伝えられたらいいなと思います。働く機会を与えられてない女性に視点を置いて、その国全体の貧困の解決に糸口があるのではないかと考えたので、このテーマにしました。 SGH の活動を通して意見を交換して、私自身世界に対する見方が変わったので、その成長が伝えられたらいいなと思っています。外国語を学ぶのは文法とか語句とかを学ぶだけじゃなくて、現地に行って学ぶっていうこともたくさんあるんだっていうことを気づいて、それについてもっと深く研究したいと思ったからです。自分の訴えたいことをしっかり相手の心に響くように訴えて、英語なので噛まないようにゆっくりと丁寧に発表したいと思います。発表会当日、直前まで練習を繰り返す生徒たち。代表者発表には全校生徒、ポスターセッションには SGH コースの2年生と SGH コース以外の3年生が聴衆として参加します。発表する側は気が抜けません。皆さんこんにちは。私たちは SGH 1期生として今年で3年目を迎えます。平成が2つなればなるほど、世界にはさまざまな異なった仕組みや考え方、価値観、アイデンティティがあることに気がつきました。そしてその対立がテロや紛争、戦争につながってしまうようです。この問題を解決するためには、自分の視点のみからではなく、
大人の視点から見る姿勢や想像力が必要になるのではないでしょうか。 First of all, let me give you one key word. That is, what is the different culture? Do you have any ideas? My conclusion is that it is very hard to define it. At the end of my study, I found four key words. They are the same but different world, culture friction, view of religion, and values. No matter what future course we will take, we are sure to meet the different cultures. It is essential that we try to look the world from a fair and different viewpoint, not from a biased viewpoint. I choose one example of human rights that the person does not know. It is honor killing, which defines murder as an honorable act. You may think killing people is never an honor, but the idea is caused by the difference of the consciousness of human rights. Suad was born in Jordan, that is a male-dominated society. One day, she had a sexual intercourse with her boyfriend before marriage. Her family got very angry to find her out, and viewed Suad as a shame. Suad was burned alive by her uncle. Even national poverty is solved. Women's poverty, late advancement in society has become more apparent. I chose this topic because I think if women can advance in society and earn as much as men do, the social status between women and men will disappear and the national poverty will improve. I once had a chance to talk with a Uzbekistan student. I asked her what we could do to encourage women in developing countries to work like men. She said, in my country, women take pride in housework and childcare. I have never thought that it is unequal. I was very shocked when I heard these words. This means that the poverty problem in developing countries can't be solved just by imitating other countries. I want everyone to think about this issue with me. That's all for my presentation. Thank you for listening.見てください。赤の中国は2020年までに急激な経済成長を迎えると予想されています。後半のポスターセッション。1年の頃はぎこちなかったプレゼンテーションの技術も上達。聞き手をうまく引きつけながら分かりやすく説明できるようになりました。格段に進歩していると思います。自分の訴えたいことを強くというふうにですね、本当に自分のものにしながらその発表プレゼンできるようになったというふうに思っています。英語のプレゼンもそうなんですけども、やはりその論理的に物事を考えて、もしくは情報を批判的に聞いて鵜呑みにしないとか、自分の経験と知識をもとにそれをもう一回吟味するというふうな姿勢態度、これが一番大きな力だし、それが身についてほしいと思ってましたので、ここが一番進歩しているというふうに考えています。1年生の頃は自分何していいか分かんなかったんですけれども、フィールドワークで APU にも行ってたくさんの人と交流して、いろんな国籍の人と触れ合うことによって、日本人とはまた違った別の考え方とか、そういう意味でも私のテーマにつながる異文化理解がすごくできた3年間だったと思います。将来は英語を使って仕事ができたらいいなと思います。さまざまな国の人とさまざまな意見を交換することで、自分の間違いとかに気づかされたり、新しい視点を知ることができたりします。世界の格差をなくしたいっていうふうに考えています。今後も
大学とかで研究したいと思います。最初 SGH の研究を始めた時はどのグローバルな問題でも他の国が援助をすれば解決できるんじゃないかっていうふうに勝手に思ってたんですけど、必ずしも第三者が介入して解決できるわけではないんだなっていうのを学習しました。できたらそういった女性差別を受けている方を支援する団体で活動できたらいいなと思っています。